そしてひばり羽ばたく。1965年、美空ひばりは再び新宿コマ劇場で公演を行い、6月と7月、55日間、延べ100回のステージ、実に入場人員30万という前人未到のレコードを作った。TBS の美空ひばり劇場は視聴率 27%。翌年4月まで足掛け3年のロングランを続ける。古賀政男作曲による「やわらコロンビア」はついに100万枚という空前のヒットとなり、その他、紙、ひばり音頭、笑顔と涙の遠い道、城ヶ島の雨などヒット曲が続いている。この年、彼女はリバイバルソング集、この歌をひばりと共にを出して、野崎小歌、明治一代女、影を慕いて、湖畔の宿など11曲の古い流行歌に新しい生命を吹き込んだ。この LP は日本歌唱史の金字塔というべき名盤である。それらの歌曲はひばりが幼い頃歌の心に刻んだ懐かしのメロディーである。20年の歳月を隔てて日本の音律は彼女の魂に回帰し、珠玉のような絶唱のメドレーを綴っている。そしてもう一枚の LP がある。ひばりジャズを歌う、ナットキングコールを忍んで。ジャケットの解説を私が書いているので引用する。この LP でもプリテンド、ロンリーワンなど数曲をひばりは日本語で歌っている。そして見事にコールの歌の魂を私たちの国の言葉に移し替えている。ひばりのハートは明るく悲しい、コールのフィーリングに溶け込み、何の抵抗もなく私たちを黒人ジャズの世界に誘うのである。原信夫とシャープス&フラッツという息の合った伴奏を得て、彼女の日本のジャズは幅広い、大衆の共感と支持を集めるに違いない。人生の不幸を超えて、空の高みに羽ばたくひばりの歌声を、私はこの LP から心ゆくまで聞くことができると思う。ひばりの歌は、とうとうここまで到達したという感慨で、私は2枚の LP を聞いた。今聞きながらこの原稿を書いている。横浜の下町で生まれ、小学校さえ満足に行けなかった少女が、戦後20年の歌の暦を歩いてきた。いくつもの峠を越え、谷間を抜けて、民衆の歌を歌い続けてきた。美空ひばり、28歳。来た道は遠く、行く道もまた遥かである。1965年、芸へのリバイバルは華やかだった。だが、ひばりの私生活は苦境にある。税金地獄と超人的な重労働の中で、彼女は文字通り心身をすり減らして働いているのだ。多額の税金の滞納があるらしいということは以前から聞いていた。ひばり親子の相談役である清川虹子から、苦しんでいるらしいわよ。知恵を貸してあげなさいよ。と言われたところで、金銭のことにはさっぱりの私なのだが、と、小耳に挟んだ額は数千万円ということだった。まさかと疑って調べてみると、清川説を上回って、美空ひばりの滞納は実に7000万円に上っていた。ついでに調査した結果、中村金之助1億円、山田五十鈴2300万円と、芸能人の内証の日の車が続々と判明して私は愕然としたのである。作家、芸能人などの自由職業人にとっては、生計費と必要経費、所得を得るために必要とする出費との区分が明らかでない場合が多く、有名税とも言うべき地理線、交際費や雑費が相当にある。また、高額の所得を短期間に得ることがあるが、その場合でも、その年の所得として重い税金をかけられることになる。ひばりの場合がその典型である。女の花道の項で述べたように、小林明との結婚を境にして、彼女の所得、特に映画界からのは一遍に減少した。しかも、新居のために土地3000万円を買い、その他の出費を重ね、手元が寂しくなっていたところへ、ドカッと前年度、前々年度、その前の年、そのまた前の年と5年分の税金がかかってきた。というのは、脱税をしていたからである。
つまり、追徴金を合わせて7000万円ということなのだ。私ははっきり言えるが、これは美空ひばりもその母親も預かり知らぬことである。当然、経理と税金対策に携わっていた者の責任でなくてはならない。その上、芸能界の女王にふさわしい知事選が、ヤクザ集団山口組ばかりとは限らないを含めた周辺にばらまかれてきた。実際のところ、督促状を突きつけられて仰天したというのが真相だろう。芸能人の中にはそういう税金バカが多い。つい最近の話だが、大友龍太郎のマネージャーがいなくなった。どこかへ消えてしまったのである。大友は映画会社の重役のところへやってきて、一体私のギャラはいくらですか？びっくりした重役が、知らなかったんですか？と聞き返すと、まるで知らなかったという。そこで、主役の場合はこれこれ。脇役ならいくらと教えてやると、へえ、あの野郎、三分の一もごまかしてやがった。じゃあ、手元には三分の二しか渡らなかったわけだね。いや、三分の一だった。なぜ？税金の分だと言って取られていた。笑い話のようだが、これは実話である。ともかく、そんな具合で、ひばりが離婚したとき、7000万円という税金が肩にかかっていた。しかも、新居の土地代金は清算されなかった。実際に金を支払ったのはひばりである。土地の半分、つまり彼女の持ち分は、滞納のため税務署から差し押さえられた。残り半分は、アキラも税金を滞納しているので、彼の持ち分としてやはり差し押さえられてしまったのである。アキラは別れた女房に買ってもらった土地を税金の抵当に入れたことになる。理解離婚は、ひばりにとって極めて分の悪い結末であった。7000万円のうち、京都の家と上野毛の弟たちの家を処分して、3000万円だけは納めることができた。磯子のひばり御殿は、売ればまた税金がかかってくるし、なかなか買い手もつかないので、荒れ果てるままになっている。残り4000万円は、月100万円ずつの分割納入するということで、やっと税務署と話がついた。月100万と一口に言うが、それは並大抵のことではない。気が遠くなるような話を、とひばりはしみじみため息をついていた。1949年、昭和24年、シャウプというアメリカ人がやってきて、日本の税金制に様々な特別措置を設けるように勧告した。シャウプは資本家を儲けさせるために、いろんな悪事を働いていったが、中でもけしからないのは、産業助成のために作った新規重要物産の免税である。わかりやすく言うと、東洋レーヨンはナイロンを免税にしてもらって、5年間に150億円の免税所得を受けた。ナイロンが免税の期限切れになると、テトロンを持ち出して、再び免税対象にしてもらうという手口で、ボロ儲けを続けている。おかげで、東洋レーヨンは3割配当、重役の賞与は無当制。つまり、いくら出しても良いというのだから、税金を食っているようなものだ。私たちの国の税金は、そういうデタラメな特別措置によって運営され、庶民大衆からは、悪税、重税を絞り上げているのである。税務署は、芸能人や作家の所得ベスト10を毎年発表しているが、私は、減税を受けている法人、会社のベスト10を公示しろと言いたい。それはさておき、美空ひばりは、夜も昼も働き続けねばならなかった。離婚1年半。私は疲れた彼女の顔ばかり見てきたような気がする。そして、その表情が生き生きと輝くのは、ステージに立った時だけであった。マネージャーが悪いもんですからね。お嬢がかわいそう、と君江さんは言う。現在、ひばりの仕事は一切母親が切り盛りしている。つまり、悪いマネージャーとは、君江さん自身を指して言っているのだ。働かしたかないですよ。体を壊したらどうしようって、ハラハラしながら、毎日こうして身を責めているんです。いいえ、借金のことばかりじゃないの。今のひばりには仕事を断るなんて、そんな贅沢はできないんです。何にでも体当たりして、いろんな世界を切り開いていかなきゃ。私はね、30になった時、
35になった時のひばりを考えているんです。5月29日、美空ひばりの誕生日。私は招かれて横浜のおしどりへ行った。川口松太郎、清川虹子、水野江滝子、杉原プロデューサー、沢島忠映画監督、コロンビアの雨森ディレクター、小林公演会長、司会の西村コラクテン、林洋一など親しい人々に囲まれて、ひばりは足元がふらつくほど酔っていた。エランメイク帳で私を捕まえていった。やい、あんまり本当のこと書くなよ。川口松太郎と踊り、弟のマスオと踊り、そしてマイクの前に立った。伴奏を止めて、急にしんみりとした口調で歌い出した。腹の立つときゃ茶碗で酒を。酒は涙かため息か。心のうさの捨てどころ。ええ、飲めもせぬのに、やけで飲む。金やすり。石やタガネで切れるじゃないよ。思い切る気は何で切る。これね、これは死んだパパから教わったの。そう言って絶句した。それこそ、どっという勢いで涙がひばりの目に溢れた。私はひばりの心の一番深い奈落にある寂しさをはっきりと見たように思った。ひばりは少女の頃、貧しくとも幸福だった記憶に、屋根なし市場の頃に帰りたがっているのだった。そして私は美空ひばりの芸の秘密を、この一年間に成し遂げた驚異的なリバイバルの理由を、彼女の涙に見たのである。彼女の目覚ましい成長は人生の引くによってもたらされたのだということを。今、ひばりはスターの虚飾を捨てて、彼女のふるさとへ、庶民の世界に帰ったのだということを。そして9月、ひばりは東京ローオンの霊界に15日間、彼女のモテるだけの歌声を投入した。3万枚の会員券が1日でなくなり、慌てて2万枚。5日間の公演を追加してもまだ足りず、再び公演を開かればならないほどの大成功であった。会場を埋め尽くした若い男女は、ひばりの歌う、城ヶ島の雨に、サイタラ節に、佐渡おけさに、ラバーカムバックツーミーに、そしてやわらに、リンゴいわけに惜しみない感動の拍手を送り、嵐のように共鳴したのだ。1952年、昭和27年、歌舞伎座と明霊広場と二つに分裂した民衆の情熱は、そこで一つになり、るつぼのように燃えた。その火はまだ小さく、日本列島を吹きすさぶ反民衆的なるものの疾風によって、あるいは吹き消されてしまうかもしれない。そして、美空ひばりが真に民衆の芸術家となるまでには、さらに長く、屈折した時の経過を必要とするであろう。彼女が資本の側に立つか、民衆の側に立つかは、その時々の情勢と力関係に支配されるだろう。だが私は確信している。美空ひばりは本質的に大衆の歌い手であり、彼女の歌声は私たちが芸術的植民地主義を打破するための強力な武器となっていくに違いない。ひばりはこれからも悩み、傷つきながら、しかも羽ばたき、庶民大衆の心の歌を歌い続けるだろうと。